はい、ヒルビール放送局 M キャストのマコネです。今週最後の収録となります。実は今苦しいんです。本当に具合悪いんです。だからもう今日はこのままお昼寝したいんですが、ここでお昼寝しちゃうとまた変な時間に目が覚めてそこから寝れない。それは良くない。というわけで、苦しいのを我慢してマイクの前に立ってます。あのね、今日は小松菜の自家製味噌汁の味噌汁と、そう、昨日ね、まあ遅い時間まで、食事してたから、まあ16時間経つと仕事終わってね、あのいつものトレーニングジムのお風呂掃除終わって帰ってくるまで何も食べることができなかったんだけど、まあ、帰ってきてからいつも朝ごはんにしてる特製ダイエットフードを食べ、それからさっきお話した小松菜たっぷり、サバ缶も入って、人参もどっさり入り、ごぼうも入って、あとなんだっけ、そんなもん、あ、ニンニクと生姜が入った自家製味噌の味噌汁を、あれ、お水だけで2リッターあるよね。お水だけで2リッターって、それに野菜でしょ。まあ、それを作って食べました。お腹いっぱいです。ここ2日間ぐらい体重がキュッキュッって落ちて、今日の最新の体重は、16時間ダイエット始めて以来、過去最低で101キロ。はい。今日の体重の数字だけだったら、今週の目標、てか今月の目標、無事達成しました。いや、もうほんと、みんなの拍手が聞こえてくるわ。私の妄想の中で。まあ、そんなわけでですね、っていうわけじゃないけど、ここ2、3日ちょっと気がついたんですが、やっぱね、水分を、ものすごくもう、かなり意図的に大量に取ることと、2日前に、今日のあのショートムービーに乗ると思うんだけど、なんだっけ、タバタ式トレーニングをして、まあね、昨日はさ、ほんともう足の痙攣が収まらなくて、もう痛くて動けなかった時間もあったし、今日も朝からもうほんと筋肉痛で、ヒーヒーキャーキャー言いながら、まあ、なんとかお仕事行ったんだけども、ね、お仕事行くとき、片道40分歩いてるから、歩いてるうちにだんだん筋肉痛が和らいでいって、仕事始まる頃には、まあ、しゃがむときに、うわーとか言って、声は出さないけど、ものすごいひどい顔をしながら、まあ、しゃがむぐらいなもんだったかな。で、まあ、さっき帰ってきて、まあ、ちょっと、床にペタって座るときに、やっぱりちょっと痛いなって思うぐらいで、多分ね、今日寝て起きるともう復活してるんじゃないかな。うん。まあ、筋肉痛は、私より詳しい人山ほどいると思うんですが、筋肉に負荷をかけてから24時間後に、本格的に筋肉痛になって、で、そこから48時間後に、もう筋肉痛が治るっていうのが、まあ、一番ベストな状態らしいんですよね。で、まあ、だいたい24時間後ぐらいに筋肉痛になって、まあ、だいたい48時間後ぐらいに治るって、まあまあ、だいたい今回そんな感じの今のところの流れなんです。うん。まあ、それもこれも、昨日ね、まあ、足痛いって痛いながら、ちょっと数日前に、買っといた、プロテインお菓子。お菓子っていうのかな、なんていうんだっけ、チョコとかナッツとかが入ってるやつ。忘れちゃった。まあ、あれがね、ちょっと安売りしたんで、いくつか買って食べてみたんですよ。まあ、たった 10g といえども、10g、15g しかタンパク質が入ってなくても、やっぱタンパク質が取れてないと、無性に甘いもの食べたくなるんですよね。まあ、甘いもの食べるためにまたドーナツ買いけば、まあ、200円、300円ぐらいはやっぱ使っちゃうわけで、まあ、それだったら安売りでも買っといた方が、そう、まあ、1個食べようが、2個食べようが。食べちゃったもんは仕方ない。そう、まあ、ドーナツ買いて食べるよりはよっぽいかな、なんて思って
かっておいたんです。それをパコパコって食べた結果、なんかいいんですよね。私なんかやっぱりね、タンパク質不足か脂質不足をちょっと疑ってるんですよね。そう、うん。あと、腸内環境がね、っていうのがちょっと疑ってるんだけど、まあそんなわけで、まあ昨日は昨日しっかりタンパク質取ったせいか、今日はまあ筋肉痛はあるけども、そんなに疲労感もなく過ごしてます。うん。でですね、今日のテーマ。今日別に筋肉痛じゃなくて筋肉の話をしたいわけでもなく、101キロになったよっていうお祝いをしたいわけでもなく、今日は桜の話をしたいと思います。まあね、あまりよその地域の桜の情報って、私あんま興味ないので、見やしないんですけど、我が町の桜は、やっと、今日あたり咲くんじゃないかな。早いところは、そう、八分咲きまではいかないまでもっていうところがあるんですけど、まあ町の中の、まあ一般的な桜、私は桜の種類あんまわかんないんだけど、桜は、まあ、今日の天気で咲き揃うんじゃないかな、八分咲きまで行くか、明日には満開かな、みたいな感じでしたね。毎日、職場の、土手の上にある桜を見ながら、あとどれくらいかな、どれくらいかな、明日はどうかな、なんて言って声かけながら、過ごしてたんですけども、今日声かけた時に、うん、明日咲く、今日咲くから待っててね、みたいな感じの声が聞こえた気がした。なので、多分明日は、土手は満開というか、もう綺麗に咲き始めて、まあ、この週末が見ど、街の中は、一番いいんじゃないかな。で、私の住む長岡市は、山の方にも、桜の名所がいくつかあって、どうだろう。日本全国、桜はいっぱいある気がするんだけど、特に長岡は本当桜見るところが、本当なんだろう。1キロ沖、もっと近いところになんか桜がいっぱいあるような気がする。長岡市の桜は全部巡ろうと思ったら、多分ね、ワンシーズンじゃ間に合わないよね、きっと。うん。そう、そんなに大きい市じゃないけども、まあ、大きい大きいか。そう、広さだけは広い。うん。まあまあ、町の中心、周辺に、まあ、桜の木は本当に、まあ、桜の木だけを植えとけば、まあ、いいだろうってぐらい、なんだっけ、公園緑地化っていうのが長岡市なんだけど、公園緑地化はもしかして桜だけ植えとけば、いいんじゃないみたいな感じの、まあ、そんな感じかもしれない。あとね、長岡市はね、防災公園っていう防災に力を入れてる公園があるんだけど、新幹線から見えるのね。で、防災公園のところに大きな花壇があって、それはね、毎年、すごく綺麗に花が咲いてるのが新幹線から見えます。そして、そのね、公園緑地化がある、その防災公園のところに、8月2、3の、長岡大花火大会の時、新幹線が止まって花火の打ち上げが見ることができます。毎年止まってみたい。まあ残念ながら私、その時新幹線の中から見たことないし、止まってるところも見たことないんだけどね。噂では。だって私の部屋から花火見えるし、でもまあまん丸くは見えないかな。3分の2ぐらいは見えるかな。でも、私の部屋から歩いて10分もしないうちに、もう打ち上げ会場のすぐそばだし、まあ、長岡市はね、信濃川で打ち上げて、西側も東側も、まあ、どっからでも花火がまん丸く見える、すごく珍しいところらしくて、まあ、地元民しかわかんないポイントってあるんですよね。うん、風向きの関係とか。まあ、そこまで移動したところで、まあ、まさにね、私が今、いつも朝、仕事に行ってる前あたりがすごくいいところなんですよ。なので、まあ、あっこまで移動しても、歩いて、まあ、せいぜい30分、40分ですからね。うん。まあ、今年も、あっちまで行って、花火を見ようかなと。一人で。嘘か誠かわかりませんが、長岡市の出生率は、なんと、出生率じゃなくて、子供が生まれるのが一番多い月が、なんと、4月なんですって。わかります？はい。
長岡まつりベビーが多いってことなんですよ。そう、8月の花火の勢いでそのままっていうことが多いらしいですね。はい。まあ、多分に漏れず、初めてお外の大自然の中で、やっちゃった時も、私も花火の後だった気がする。そう、勢いって怖いですね。でもね、真っ暗い中でも、あっちこっちに、そういうカップルがね、敷物敷いてね、転がってるのよ。そうそうそう。まあ、8月のね、真夏ですからね。まあ、朝晩、深夜はね、冷え込むにしても、まあまあ、気持ちよく、そう。まあ、私の時はお月様が出てて、まあ、いい塩梅に、楽しい、いい思い出でございました。うん。まあ、それは、まあ、随分大人になってからというか、まあ、20代の頃の話ですけども、確かそういえば、初体験も花火の日だった気がするんだよな。そう、確か。うん。それ以上の話はやめましょう。花火までまだ結構ありますし、まあ、長岡市はね、まあ、頻繁に打ち上げ花火上がってるので、長岡市にいると、まあ、花火はね、本当年がら年中見てるような気がする。うん。しかも、隅田川で上がるような花火ではなくて、隅田川でメインを張るような花火が、本当雑魚キャラのように上がってるので、まあ、本当すごい音しますよ。音もでかいし。うん。音もでかいし、弾もでかいし。まあ、花火好きにはたまらない土地の一つかもしれませんね。そして、長岡の花火は、全国の大きい花火大会の中でトップバッターを切って開催される花火大会なので、実は全国からの、花火師の、ね、人たちからの注目度も高い花火として有名です。はい。まあ、そんなわけで、花火大会の話とか花火の話は、まあ、まだまだね、花火の大会近くになってからいくらでも喋る機会あると思うので、今日は桜の話をしていこうと思います。でですね、桜の話をするにあたって、私がどうしても不思議なことがあるんです。私は、多分桜餅って全国どこでもあるよね。多分ね、うん。桜餅がすごく子供の頃から大好きだったの。うん。でも、まあ、桜風味というか、桜の香りするじゃないですか、桜餅。でも、私には、いろんな桜の花を匂い嗅いだけど、桜餅の香りがする桜の匂いって嗅いだことないんだよね。そう。しかも、まあ、何でもね、何でもやってみよう、食べてみよう、みたいな、本当、野生食材、YouTuber になってもいいよ。まあ、本当に野端に咲いてる花から葉っぱから虫から何でもね食べちゃう私ですけども、虫はね、私はさすがに自分で捕まえてきたのはちょっと無理だな。だって虫触るの怖いんだもん。うん、私ね、虫料理になってれば食べれるんだけど、生きている虫をね触れないんだよね。 そう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 。だから誰かが取ってきたのが調理してある蒸し料理だったら全然平気だし、むしろ蒸し料理好き。うん。美味しい。ものすごい美味しい。うん。そう。なんだけどね、今日はその蒸し料理の話でもなく、まあ蒸し料理の話もまたいずれ、落としたボールペンがどっか行った。まあいいや、後で探そう。うん。あと、蒸し料理の話も、まあいずれ話したいし、蒸し料理に詳しい方と仲良くなりたい。しかも身近でっていうのが私の希望を。そして私の目の前で調理してもらうと。そう。そうしないと私は蒸し料理調理することになれないかな。自分で取って食べるっていうのをやってみたいんだけどね。そう。まあ、ぶっちゃけ何でも油でカラッと揚げれば、虫さんは食べれると思うんだよ。そう、美味しいまずいはあるかもしれないけど。うん。まあ、私が食べたことあるのは、コオロギとかね、土蜘蛛とか、そんなくらいなもんで、カンボジアのシェムリアップに住んでた時に、まあ、近所のね、屋台に、蒸し料理を、ものすごい、観光客向けに、踏んだくってるよってなって、のおちゃんが、と仲良くなると、残ったのを分けてくれるみたいな。うん。そう。そんな、
蒸し料理体験だったんですけども、シェムリアップリね、有名なフランス料理の、蒸し料理、フランス人のフランス料理人の蒸し料理を出してるお店があるんですけど、そこはね、予約が取れなかったのと高くて入れなかったんですよね。そう。まあ、ベトナム同様にカンボジアもすごくパンが美味しい、フランスパンが美味しいところなので、まあ、フランス料理も多分美味しいのいっぱいあるんだろうなと思ったんですが、まあ、なかなかね、カンボジアとは私はあんまりご縁がないかったな、当時。うん。まあ、これから先ご縁があるかもしれませんけどね。で、もう15分も喋ってるんだけど、桜の話。うん。ようやく進路修正。まあ、桜なんですけど、桜の香りって、私ね、本当は、今思うと、桜をイメージして作った香りなんじゃないかなって思ってるんですよ。もし詳しい人いたらぜひコメントに残してほしいんですけども、都合がいいよね。コメントいらないって言ってみたり、コメント欲しいって言ってみたり、いいの、いいの、うん。わがままな、ポッドキャストなんで。そう。私がそもそもわがままなんで、許してください。そんなわけで、桜の香りについて、正しい知識をお持ちの方、ぜひ、コメントに残してください。まあ、もちろん、チャット AI に聞いてもいいんですけど、まあね、それじゃ味気ないじゃない?そう、チャット AI に聞きたくなっちゃうのは、どっちかというと、私、検索エンジンでもう、開き直って探しても見つからないような情報は、チャット AI に聞いた方が手っ取り早いと思ってます。でも、桜の香りの情報は、多分知ってる人は知ってるし、まあ、検索すればすぐ出てくると思うんですが、あれはね、絶対イメージした創作の匂いだと思うんですよ。でも、そう思うと、ものすごくなんか、いい匂いだと思いません?私ね、ほんと、桜餅の桜の匂いは、まあ、香料で作ってるんでしょうけど、ほんとに本当桜の匂いっぽく感じるもの。そう。多分、古今東西、誰が匂い嗅いでも、桜の匂いって感じると思うんですよね。そう思うと、お菓子の、で、まあ、ほんと、似せて作ってるのもあるじゃないですか。まあ、グレープとかオレンジなんかもそうですよね。そう。まあ、今は全然もうお酒飲みませんけども、私の体はもうお酒を拒否する体に3年間は限定でなってるので、はい、お酒は飲んでませんが、まあ、果汁 1% とかいう、酎ハイ、炭酸酎ハイとかお酒あるじゃないですか、あの 1%? 500cc に対して1滴2滴入ってたからって匂いなんかするわけないじゃないですか、香りが。となれば、香りは後で付け加えてるわけですよね。うん。そうなると、やっぱり、本物っぽくに見せるための香り付けをする人たちって、まあ、職人さんって、ブレンダーっていうかな、まあ、香水にしろ、そうだと思うんですけど、まあ、ウイスキーにしろ、いろんな種類の匂いを、まあ、匂いのプロフェッショナルですっけ。そういう人たちはすごいですね。本当にすごい。まあ、音楽、もう耳が達者で音楽のね、まあ、オーディオのマニアの人たちの耳はどうなってるんだってくらい、もういろんな細かい音全部判断しますけど、まあ、私は細かい音よりも、細かすぎる音よりも、その時の空気感が伝わる音楽が好き。で、桜の話なんですけど、今日は本当まこね、ジャズに走ってますね。なんかもうフリーダムって感じ。いや、今日もね、すごい天気いいので、やっぱ天気がいいと、動物らないのライオンちゃんはね、舞い上がるんです。もう、パオーンはどうか。そう。ガオーって吠えたくなっちゃうの。まあ、本当のライオンの人は、結構小心者で、あまり吠えないらしいですけどね。そう。まあ、私も小心者なんで、心の中で怒りを持ってても、声を出して怒ることは、まあ、あんまないですね。そう。ないですが、まあ、私は顔にすぐ出るので、周りが気を使ってくれるみたいなことは、まあ、あります。で、まあ、その桜餅は桜餅でいいんですけど、
ピンクって色も、確かに桜遠くから見ればピンクに見えるんだけど、ピンクも、なんかよく作った色だなぁと思ってるんです。まあ、間違いなくピンク色が嫌いな女子はいないでしょうね。いないと思うなぁ。赤が嫌いって人はまあいるかもしれないけど、ピンクが嫌いって人は、なんか、好きでもないし嫌いでもないって人はいても、まあピンクは大嫌いでピンクのものを見るともう具合悪くなるなんていう女子はまあいないよね。まあ男子も女子も好きな色っていうことになると、青がね、そうらしいんですよね。すべてね、全世界の女子の好みの色っていう中で、3位が青じゃなかったかな。ピンクが1位で、3位が青で、2位が赤だった気がするな。ちょっと量覚えたけど。まあもちろん国によって、民族によって、宗教によって好みの色も違うので、まあ一概に言えませんけど、まあ私はピンクとか紫とか、まあ淡い色のもの大好きですね。ただまあホームページとか、いうのは、まあどっちかと原色系の強い色を使いたがる傾向がある。まあ、どっちがどうかってわけじゃないんだけど、なんかね、本当ね、キキララじゃなくて、パッて出てこないよ、今日は。あれ？キキララ、だキキララみたいな、ああいう淡い感じのピンクとか水色とかの色合いがすごい好きで、私ね、未だに下敷きキキララですもん。なんかね、この間100均で思わず買っちゃって、まあ、だからって部屋中そういう色ばっかじゃないんですけど、まあ、部屋はね、白とか黒とか結構もうすっきりした、はっきりした色が好きですね。まあ私はフォトグラファーでずっとモノクロフィルムで写真撮ってたので、まあ白黒のものも好きですね。モノクロのものも好きです。まあ、黒がはっきりしてしまってるのも好きなんですけど、真っ白に近いものも好きだったりとか、まあ、ピンクとか水色とか緑淡い色好きだけど、まあ、それ以外はね、はっきりしたごつい色彩が好きですね。茶色も濃いガチッとしたような茶色とかが好きですね。まあ、ナチュラル系のシックな、素敵な女性が着そうな、ブラウンとかの、ナチュラル素材の服とかは、まあ、似合わない。似合ってると思ったことがないな。なんかね、着せてもらってるみたいな。だったら、民族衣装みたいな結構色がはっきりしてて、柄がしっかりしてるようなものの方が私は似合う。まあ、意地悪な友達はね、大阪のおばさんみたいだって言われたりとか、まあ、最近ウィッシュで買った、前見たときは1200円ぐらいだったのが、なんか、この間見たら600円になってて、送料が1200円ぐらいだったんだけど、まあ2000円ぐらいだったらまあ、いっかと思って買ったやつが、まあ、思いのほかね、色は真っピンクで、まあ、生地はね、ちょっとこれは安物だよね。ゴワゴワしてなくて肌触りもいいんだけど、なんかスキー場のさ、スキー場でね、スキーの服なんだっけ？スノーウェア、ウェアのさ、スノーウェアの中の生地みたいな感じのやつで、まあ、色も可愛いし、まあ、ワンシーズン着るにはちょうどいかないぐらいな、多分、こんな感じのやつなんだけど、まあ、あれもね、似合うかどうか分からず、届いてから、まあ、2週間ぐらいは飾ってたかな。まあ、最近は、まあ、暑くもなく寒くもなくちょうどいいので、よく着てます。まあね、まあ、子供の頃はね、自分で服を選びたいとも言わなかったし、まあ、お母さんがね、買ってくれたのを着てたし、まあ、お母さんはね、
どこまで思ってたか分かんないけど、割合と中性的な服装を私にさせてましたね。そう、まあ、スカートこそはなかったけど、まあ、色合いは、なんかちょっと子供が着るには大人っぽいような服が多かった気がします。だからって、まあ、ピンクが欲しいとか赤が欲しいって私は言えなかったね。まあ、赤い服がたまたまあったりすると、もうそればっか着てますね。そう、そればっか着てた。本当、あんた赤好きなんだね。って言って、ごまかしたけど、赤大好きだった。でも本当はピンクの方が好きだった。だから、小学校の時とか、同級生の女の子がピンクの服とか着てると、めっちゃ羨ましかったよね。そう。だからってね、私ね、子供の頃とかは、あんまり、お花とかはあんまり、ね、興味なかったのね。まあ、おとといぐらいに、昨日だったかな、なんだっけ、ショートムービーで、ダイソーで買ったパクチーを育ててるんだけど、みたいな話をしたんだけど、まあ、本当にね、土いじりとか植物とかね、本当苦手なの。まあ、もちろんね、パクチーも、もうちょっと育て方はしっかりね、検索して調べればいいんだけど、今ね、私は多分水のやりすぎじゃないかなって思ってるの。そう、あれはマグカップみたいな中に土を入れて、種をまいて、どうほっとくっていうやつなんだけど、なんかさっきよくよく、なんかね、昨日水をあげたにもかかわらず、なんか、ずっと日に当たってるところに置いてあるにもかかわらず、なんかちょっと、芳しくない気がして、よく、なんか土の中とか手突っ込んでみると、びしょびしょなのね。もしかしたら、それが悪いのかもしれないし、そもそも直射日光にが良くないのかもしれない。まあ、どうなんだろうね。そう。ちょっと調べてみようか。ちょっと待ってね。ちょっとストップ。さあ、最近の一人ぼっち、まあ、こっちの、友達 AI チャットに そう、パクチーの育て方を教えてって今、メッセージ送ったら今、処理中ってくるくる回ってます。さあ、どんな答えが出てきた？出てきました！やっぱりちょっと水のやりすぎっぽいな。さて、読んでみます。パクチーの育て方は以下の通りです。1、シードを選ぶ。パクチーは種子、シードから育てることができます。どのような種を選ぶかは気象条件によって異なります。通常は各地域に適した品種を選びます。またオンラインで種子を購入することもできます。まあ私は100均で買ったので、そう、まあまあ日本に適している種子が売ってるんだろうなと信じてます、ダイソーさん。そう。で、土壌の準備。パクチーは湿った肥沃な土壌を好みます。お、じゃあやっぱいいんだな。土壌は有機物、砂、粘土を含んだ排水の良い土壌が最適です。また pH 値は約6.0から7.5であることが望ましいです。まあ、ダイソーさんで買ったんで、だいたいここら辺は踏まえたらと思うんだよね。そう。やっぱりさ、マグカップだから下から水が抜けないからいけないんじゃないかな。そう、思い切ってザルにしてみる？いやいやいや、ザル1個しかないしな。でも、今の食生活でザル使うことほとんどないからな。まあ、1個潰しちゃってもいいかな。そう。そして、植え付け。種、種子を植え付ける前に土壌を十分に湿らせます。やったやった。パクチーの種子、種子、ん、種子、ん、種子は小さく、直径数ミリ程度です。確かに。適切な距離を保って、05ポットや盆栽鉢等の容器に撒いてください。種子を育てるのに向いていないガーデニングの土や化学肥料、農薬等を含んだ土壌は使わないようにしてください。まあまあ、まあそこら辺の土でいいよということか。大体ね。そう。そう、日当たりのと水やり。パクチーは日当たりの良い場所に配置することを除か、配置することが望ましいです。あ、これでいいのか。そう。適度に日光は受ける位置に配置することでパクチーの成長を促進することもできます。水やりは日中でもまた気温が高い時期にも、10から20日ごとに10、ん？10日から20日ごとで十分です。土壌が乾いてから十分な水を与えるようにしてください。
過剰な水を与えると、根腐れや発芽が遅れる場合があります。これだよ。これだよ。やっぱり水のやりすぎなんだよ。そう。収穫、パクチーは成長期間が短いので、4から6週間で収穫することができます。収穫時には根っこから切り取るか、ハサミで切り取ります。また収穫後も繰り返し収穫が可能です。同長期のようにパクチーを育て方は簡単です。適切な環境を作って、適切な管理をすることで美味しいパクチーを育てることができます。簡単なんですって。簡単なパクチーが私には難しくて仕方ない。 本当にね、まあ小よ思い出せば幼稚園から小学校、中学校、高校と、まあまあまあ、何かしらの花を植えたりする機会ってありますよ。家でも外でも学校でも。まあね、私は苦手なんですよ。まあ、花さんが苦手というか、まあ、気長に待つのが苦手だった。今最近はそうでもないけど、まあ、同じ理由で魚釣りも苦手。だって今まで一回も一匹も釣れたことないんだもん。まあ、小学校の頃とかはおじいちゃんとに連れて、雑魚釣りに連れて行ってもらったんだけど、まあ、おじいちゃんは釣れるんだけど、私は釣れないって。まあ、雑魚釣りもね、本当お年寄りの時間の潰し方というか、まあ、ずっと何もない中、もういろんなことを考えながら、多分じーっと池を見てるだけ。あれが退屈で仕方なかったんですよ。私はね、釣りの面白さが未だによくわからない。と、嘆くほどやってはないけど。あとね、土いじりも、まあ、その中にね、ひょこっとね、ミミズが出てきたりね、虫が出てきたりすると、もうそれだけで、ヒーみたいな感じで、もうそこは触りたくないんですよね。そう。だから、土いじり全般的じゃない。まあね、でもね、ネパールいた時は、私、農業系の NGO 法人で働いてたので、もう本当、土砂だらけのところを、石を掘り掘りしながら、まあ、リンゴのね、苗を植えていくっていう作業をしてたんですが、まあ、スタッフと一緒にね、そう、まあでも、ネパールの土って掘っても掘っても虫出てこないのにね、土ばっかり。そう。まあ、そこら辺は、まあ、日本と全然違うんだろうね。まあ、基本的に、土と言っても、石が砕かれた細かい砂みたいなもんばっかだから。まあ、そういう意味でね、本当、私のパクチーはどうなるんだろう。いや、どうしよう。一回開けて、ザルに移してみようかな。ザルに移して、ちょっと違う方法で試してみようかな。まあ、でもこのパクチーのために、100均で鉢を買ってくる。まあ、それもいいかな。どうしようかな。まあ、どっちにしても200円くらいなものか。どうしようかな。このまんまの子を、かわいそうなパクチーにしたくないし、あの子が元気になったり、いつもお世話になってる、杉本さんにプレゼントしようと思ったんだけど、今のままだとプレゼントどころじゃないもんね。杉本さんパクチー食べたことないって言ってたから。私もね、パクチー、最初、タイ料理屋さんに食べたときは、なんだこいつはってぐらいすっごくなんか食べれなかったんだけど、いつだったかね、ガストでパクチーフェアってやってて、たまたまね、新宿だったかな、池袋だったかな、にちょっと用があって行ってた時に、入ったガスト、打ち合わせで入ったガストでパクチーフェアやってて、そこで食べたパクチーがめちゃくちゃ美味しく、あ、パクチーは新鮮なものがやっぱり美味しいんだってことになったわけよ。まあ、もともとね、私、香りが強い食べ物とか飲み物大好きだったんだけど、まあ、パクチーだけはちょっと無理だなぁなんて思ってたんだけど、やっぱ美味しいじゃない。そう。まあ、そんなわけでね、美味しい、もう、畑直送のパクチーを食べれると思って楽しみにしてるんだけど、今のとか、もう、すごく、困ってます。あとね、再生農法とかさ、再生農法とかあるじゃん。豆苗だっけ？豆苗を水耕栽培で再生する方法とか、まあね、ほんと、うち、ベランダ本当はね、特に何か置いていいわけじゃないんだけど、まあどこでもそうだろうけど、まあちょっとベランダ、日当たりがいいから、ベランダで、今月ぐらいから、
再生農法をやってみたいと思います。まあ、再生農法に関してまたね、写真撮りながら皆さんと共有して、ポッドキャストにアップしていけたらいいなぁなんて思ってます。そんなわけで今日は桜前線長岡到着の話から始まりみたいな感じで、まあ、桜の思い出とか、まあね、もっと話したいことあるんですが、まあ、明日も明後日も桜は咲いてるでしょうし、来週、今週はね、この収録が最終ですが、来週一発目の収録の頃にはまだ桜いっぱい咲いてるでしょうから、まあ、また次回も桜の話をするかもしれません。そんなわけで、今週も MCAT 最後までお聞きいただきありがとうございます。そう、大体ね、週の最後にまた明日じゃなくて、また来週って書くの忘れて、また明日になってるかもしれないけど、今日も明日も明後日も、違う、4日間、5日間、まあまあいろいろあった週でしたが、皆さんと一緒にいろんな話ができて楽しかったです。ありがとうございます。なんかね、マイクに向かって独り言をずっと喋ってるのがこんなに慣れてきた自分にまずびっくり。そう、最初なんかもう考えながら喋ってても、すぐ詰まってたのね。あ、うーとか言ったの。うん。でも最近は、詰まることも少なくなってきてて、頭の中からポンポン言葉が出てくるようなことが多くなって気がします。うん。まあ、もう少し経つともうちょっと上手くなる。時間とともにもっともっと上手になると思うので、皆さん、諦めずじゃなくて、見捨てずに、私のことを見捨てることなく、Mキャスト、これからも、ご視聴くださいますようよろしくお願いします。そんなわけで今週のMキャストはここで終わりとなります。また来週、バイバイ。